装備庁は2023年12月1日、研究開発を進めている未来の大砲とも呼ばれているレールガンを、海上自衛隊の試験艦アスカに搭載して10月17日に洋上射撃試験を実施した際の動画を YouTube の公式チャンネルにおいて公開したよ。また、12月5日には11月に開催された防衛装備庁技術シンポジウム2023における資料も公表し、日本におけるレールガンの研究開発が新たなフェーズに入っていることを明らかにしたぜ。さて今回は次世代の大砲と期待されているレールガンについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。防衛装備庁技術シンポジウム2023とは、防衛技術指針2023と防衛力の抜本的強化につながる研究開発についてとの副題が付けられている。現在防衛装備庁で研究開発を進めている将来防衛装備品の研究開発の成果を発表するシンポジウムで、電気エネルギーによって弾丸を放つ電磁砲として次世代の大砲砲とされるレールガンの日本における研究開発試験が、開発を断念したと見られているアメリカを超えて、世界をリードする段階に進んでいるとする結果が公表されたことで注目を集めているんだ。レールガンのその原理は、平行に設置された2本電極棒のレールの上に小さな金属の玉体を乗せ、瞬間的に大きな電流を流すことで発生する電磁力によって金属弾体を射出するという極めて単純な構造で、強大な磁場を発生させることで起こる電磁気力ローレンツ力で弾体を射出するいわば電磁砲とも呼べる砲だな。発射される弾体がミサイルよりはるかに安価であるという利点があるほか、これまでのように火薬を使用して発射する弾丸よりも高速に射出することが可能で、かつ射程をはるかに長くすることが可能となる利点があるぜ。防衛装備庁が試験中のレールガンは総重量8トンで、大きな電源部と方針部電磁加速装置で構成されていて、方針となるレールの全長は約6メートルで口径は40ミリメートルと小さく発射される弾体も小さいね。現在の火砲と比較してみると、陸上自衛隊で最も多く運用されている榴弾砲 FH70 の方針長は約6メートルでレールガンとほぼ同じながら、口径155ミリメートルなんだって。また海上自衛隊の最新鋭多目的フリゲート艦最上型護衛艦やイージス艦であるアタゴ型護衛艦、秋月型護衛艦などの主力護衛艦に搭載されているンク45単装砲は、砲身長が約7メートル、口径127ミリメートルであり、これらの火砲と比べると、レースルガンはその砲身の長さに対して口径がとても小さいことがわかるな。この長く小口径の砲身から、弾体を秒速2297メートル約マッハ7約8568キロマイジの超音速で射出することが可能で、これまでの火薬を用いて射出する火砲の砲弾初速が秒速800メートルほどであることを思えば段違いの射出速度を持っているぜ。砲から発射される弾丸の威力は運動エネルギーにして重量×速度の2乗で算出されることから、レールガンの破壊力は弾体サイズが小さいながらもかなりの威力を有しているとされているよ。さらに超音速で射出される弾体の射程は格段に長く、火薬式火砲では通常弾の射程が20から 30km 程度であるのに対して、レールガンでは150から 200km すると言われているね。しかしながら、レールガンでは砲身となる電極棒との接触などによってエネルギーの損失が大きいぜ。その損失を補うために非常に大きな電力が必要とされ、巨大な電力供給システムが必要となる欠点があるほか、超音速に加速するための距離を確保するには強大なレールが必要となること、レールの摩擦電気抵抗耐熱限界などの点において物理的かつ技術的な制約があることなどが欠点として挙げられているわけだ。レールガンにおいて連続射撃を実施する際に大きな問題となるのが弾丸と接触している方針レールが摩耗して損傷することによる、弾体の初速が低下すること、つまりエロージョンが発生することであり、このエロージョンについては、過去のレールガン研究において、弾体が発射される際の初期位置の周辺のレールの損傷が特に激しく、撃ち続けるたびに初速が低下してしまうのをいかに解決するかということが課題とされていたからな。
この課題の解決策として防衛装備庁では、方針レールの素材と電流の流し方の2点において研究を進め、この2つを変更することによって、エロージョン問題を克服したというよ。方針レールの素材については、これまで導電性が高いことや加工のしやすさから主材料として銅を方針の素材として使っていたのであるが、これをさらに導電性が高くかつ摩耗に強い素材に変更することで克服し、さらに電流の流し方についても変更を加え、瞬間的に大きな電流が加わることがないような放電方式を開発したとしているね。このことによって弾体の射出前の初期位置付近で発生していた、弾体の初速を低下させる顕著な損傷を抑えることが可能となり、120発の連続射撃実験では全ての弾体の初速において秒速2000メートル以上を記録して実験に成功したとして、防衛装備庁は新たな対策を施したレールガンによって、弾体を安定して高い初速のまま連続射撃を可能にするという目標が達成されたとして、防衛装備庁技術シンポジウム2023で公表した資料の中で明らかにしているよ。防衛装備庁ではこのレールガンの将来的な用途として2つのシナリオを書いており、そのうちの1つは、従来の火薬を用いて砲弾を射出する火砲よりもレールガンがはるかに長射程であり、かつ高い威力を発揮することを活かし、中国やロシアがすでに運用していて対空ミサイルによる撃墜が困難とされている極超音速誘導弾を撃墜するための兵器として運用することだな。そしてもう一つの用途は、敵の艦艇や地上目標を攻撃する際に、現在は長射程の巡航ミサイルによる攻撃しか方法がないのに加えて、長射程と高速、そしてレーダーに捉えられにくい小さな弾体を活かして回避困難な打撃として活用することにあるとされているぜ。これらの用途のために現在運用している対空ミサイルや巡航ミサイルはいずれも製造単価が超高価であり、限られた防衛予算の中でそれらを大量に製造購入して保有することが難しいんだよね。仮に日本の防衛費を現在の GDP の 1% から 2% に引き上げるなどして、大きく引き上げたとしても保有在庫を一気に増やすことは難しく、レールガンの弾体がはるかに安価であることも日本にとっては大きなメリットとなるんだ。しかしながらレールガンの弾体は、長射程のミサイルが持つ誘導能力を保有していないため、遠距離で敵の誘導弾を撃墜することは難しく、自衛隊においてはこれらの防空兵器においてはそれぞれの利点を活かして多層的に運用する構想があると見られているぜ。これまで世界でレールガンの研究開発を進めているのは日本の他にはアメリカ、ロシア、中国、欧州連合、EU、トルコ、韓国で、アメリカ海軍ではこれまでに多額の研究開発費と数十年の時間を費やしており、2020から2025年頃の実用化を目標として BAE システムズ社とジェネラルアトミックス社がプロトタイプを開発して試験が実施され、2014年4月2016年中にスピアヘッド級遠征高速輸送艦にレールガンの試作機を搭載し洋上での実証試験に入るとまで発表していたのであるが、2022年度の軍事予算にはレールガン研究開発費が盛り込まれていなかったことから、開発を断念したものと見られているってわけだ。その情勢の中で、トルコがすでに兵器に応用可能な電磁砲の開発に成功していて、国際防衛見本市でなどで販売していることが伝えられているが、その性能など詳細は不明だな。防衛装備庁では今後、今回の発射機の開発から兵器として使用するためのシステムの開発に移行していくものとみられ、長射程であることを活かして敵の兵器の射程外から攻撃するスタンドオフ防衛能力兵器としての開発が完了し、抑止力としての貢献が待たれているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年12月15日、現在の日本の岸田内閣の木原防衛大臣は、2026年度からの実戦配備が予定されていた1に式地対艦誘導弾頭の能力向上型を1年間前倒しし、2025年度からの配備とする旨を記者会見で表明したよ。
オリジナルの人に意識地対艦誘導弾らは、その名称が示す通り2012年より陸上自衛隊の部隊において調達が行われている兵器で、その最大有効射程距離はおよそ 200km 弱と、決して長距離打撃兵器とは呼べないよな。さて今回はそんな人に意識地対艦誘導弾等の能力向上型について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。この人に意識地対艦誘導弾らは、装輪式の車両の後部にミサイルの本体の発射筒を搭載する形式の兵器であり、その仕様は地発型と呼称される陸上装備で、陸上から敵の艦艇の接近を阻止する目的で配備が進められているよ。現状の人に意識地対艦誘導弾らは、訓練用に陸上自衛隊の富士共同弾の特化共同隊に配備されているほか、奄美大島の瀬戸内分屯地、熊本の県軍駐屯地、そして沖縄の宮古中駐屯地、石垣駐屯地に配備されているんだ。このようにオリジナルの人に意識地対艦誘導弾らは中国の軍事的圧力の増大に呼応して、九州の各地に実戦配備が行われている状況であるが、これはひとえに前述した射程距離の短さゆえに分散配置を強いられているゆえだと思われるね。これに対し改良型である人に意識地対艦誘導弾等の能力向上型は、最大射程をまず 900km ほど、そして最終的にはおよそ 1500km ほどと大幅な延伸を行うことが予定されており、事実上は新型のミサイルと言っても過言ではないぜ。さらに人に意識地対艦誘導弾等の能力向上型では、地上発射型の地発型にプラスして、航空機から運用する空発型、艦艇に搭載して運用する艦発型への発射母体の多層化が盛り込まれている点もポイントとなるわけだ。これによって人に意識地対艦誘導弾等の能力向上型は、陸海空のみ自衛隊において各々が運用する用の長距離打撃力を有する対艦兵装となる見込みであり、将来の国産長距離ミサイルの代表格に位置づけられることとなるだろうな。今回人に意識地対艦誘導弾等の能力向上型が当初の予定よりも1年間早い前倒し配備が打ち出されると、例によって日本国内の大手マスメディアの報道の一部で、さも日本が軍事大国化しようとしているかのような報道が踊ったよね。これは人に意識地対艦誘導弾等の能力向上型が現行のオリジナルに比して飛躍的にその有効射程を延伸することから、自衛隊の装備として許された自衛の範囲の兵器としての範疇を大きく逸脱し、敵基地攻撃能力として機能しかねないというお決まりの批判だと思う。昨今の各国のミサイル兵器の長射程化は、ここ近年でもこれまでの歴史上で類を見ないほどの速度で進行しており、従来の物差しで測ることがいかに無意味であるのかを全く考慮していない典型例と言える批判だろうな。今も進行中のロシアによりウクライナ侵攻を俯瞰してみても、ウクライナ側の苦戦の大きな要因の一つとして長距離打撃兵器の不足が挙げられることは自明の理であり、特定の人々にはその残酷な現実を直視する能力が欠けていると思わざるを得ないからな。人に意識地対艦誘導弾等の能力向上型の配備の1年間の前倒しに先んじて、日本政府はすでにアメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルについても同様の措置を取ることを表明しており、その危機意識は伝わってくるよね。日本のトマホーク巡航ミサイルの調達に関しては、残念ながら全てが当初予定していた最新型のブロック5ではなく、半数の200発は前バージョンのブロック4となる模様だけど、幸いにも射程距離に関しては大差のない 1600km ほどとみなされているみたい。トマホーク巡航ミサイルはアメリカの原レイセオン社が生産している兵器だけど、西側諸国製のこの手の兵器としては最も実戦で使用され、その有効性を示すとともに1980年代の開発時から幾度となく新型にバージョンアップされているよ。したがってその兵器としての信頼性は西側諸国製の巡航ミサイルの中でも群を抜いて高く、実戦での使用も1991年の湾岸戦争、1999年のユーゴスラビア紛争、2003年のイラク戦争などで行われ、高い有効性を示し続けてきたぜ。こうした状況を受けて2004年頃には、
日本の海上自衛隊においても当時の中期防衛力整備計画2022年に防衛力整備計画に改称で取得を目指す動きがあったと、今日では伝えられている状況ってわけだ。それから9年が経過した2013年頃、日本側は当時の中期防衛力整備計画の策定に照らして、仮想敵国の長距離打撃兵器大陸間弾道弾等への対処を施行する中で、トマホーク巡航ミサイルをその有効な戦力と再認識したと言えるよ。そこで日本側は当時のアメリカ政府にトマホーク巡航ミサイルの取得を政治的に打診したと言われているが、この時期のアメリカ政府は民主党のオバマ政権であったけど、日本の情報セキュリティ体制の不備を懸念して却下したとも伝えられているんだ。これは今から見ればわずか10年ほど前のことだが、そうした当時の日本の情報セキュリティ体制の不備以外にも、当時のアメリカ政府は政治的に中国や韓国といった日本の近隣諸国からの反発が大きいことも考慮したと言われているぜ。こうした逸話が 100% 事実であるか否かの検証は望むべくもないが、少なくとも2013年前後のアジアにおける軍事的な状況は、アメリカをして同盟国たる日本にトマホーク巡航ミサイルの供与を躊躇させる時代だったと言ってよいだろうな。そこから10年で中国軍の軍事力の強化は著しく進み、ことに長距離打撃兵器としてのミサイル技術の進展と実戦配備は予期されたペースを大きく上回る速度で進み、アメリカ側の考えも大きく変化したと考えられるわけだ。現在、日本が1に意識地対艦誘導弾頭の能力向上型やアメリカからのトマホーク巡航ミサイルの取得を促進する政治的な立て付けは、いわゆる安保関連の3文書といわれるものを時の政権内閣が承認することで実行に移す仕組みとなっているよ。いわゆる安保関連の3文書は、上位のもから国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の順番で成り立っており、1に意識地対艦誘導弾頭の能力向上型やトマホーク巡航ミサイルについては、最上位の国家安全保障戦略の取り組み事項に属するんだ。国家安全保障戦略ではこれら1に意識地対艦誘導弾頭の能力向上型やトマホーク巡航ミサイル等の長距離打撃兵器を、反撃能力としてのスタンドオフミサイルに位置づけており、今の時代に即した抑止力の保持に必要だと謳っているね。この反撃能力という表現は、かつては敵基地攻撃能力と政治上では表現されてきた経緯があるため、大手のマスメディアで多数語られているように戦力の不保持を憲法に明記してきた日本の国情とあり方に反するという批判が絶えないぜ。そうした批判をかわす意味もあり、現在の日本の政権は敵基地攻撃能力を反撃能力と言い換えることで、その推進を政治的に進めている感は拭えないが、今の時代、防御用の兵器のみで国防に必要な要件を達成させることは困難だよな。そのため万が一に日本が今後他国からの武力行使にさらされないように、それを抑止するために長距離打撃兵器を保有しておくことが求められているわけなのだが、この理屈を国民の大多数に浸透させる試みはまだ不十分に思えるわけだ。くしくも不幸にして発生してしまったロシア・ウクライナ戦争における教訓を挙げるとするならば、借り物の兵器で自衛戦争を戦うことはやはり困難であり、できる限り国産兵器の供給力を高めておくことは必然だという点だろうな。幸いなことにウクライナと異なり、日本は島国に海洋国家であるため、敵国の軍が大規模な兵力を持って上陸してくる事態は地理的に困難だろうけど、敵艦艇の接近拒否を図る兵器は数を揃えておくことは必須と言えるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年時点で日本の海上自衛隊で最大の規模を誇る艦艇といえば、出雲と加賀の2隻が建造された出雲型ヘリコプター搭載護衛艦だよね。これは胴体では艦式号 DDH と呼ばれており、極限まで回転翼機の運用能力を高めたものとなっているぜ。うんうん。さて今回は太平洋戦争以後、日本が保有する初の航空母艦として改修が続けられている出雲型護衛艦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。
出雲型護衛艦は基準排水量で19,500トン、満載排水量で26,000トン、全長で 248.0メートル、全幅で 38.0メートル、深さで 23.5メートル、喫水で 7.3 メートルのサイズを誇り、名実ともに海上自衛隊艦艇で最大の大きさとなっているよ。この大きさを誇る出雲型護衛艦の機関部は、アメリカのゼネラルエレクトリック社製の LM2500IEC がスタータービンが4基組み合わせられた COGAG 方式が採用されており、最大で出力11万2000馬力、速度30ノット以上を発揮するんだ。また出雲型護衛艦は電源設備としては、機関部と同様にアメリカのゼネラルエレクトリック社製の LM500G7 ガスタービン主発電機を4機等搭載しており、その合計で最大14,000キロワットの電力供給を行うことが可能となっているぜ。出雲型護衛艦は全通式の飛行甲板上の右端部分に集約化された環境を備えており、その以下にも航空母艦前とした全通式の飛行甲板上には、5箇所の回転翼機の同時離発着が可能なスポットがあり、就役時から国外ではヘリ空母とみなされてきたわけだ。出雲型護衛艦の全通式の飛行甲板のサイズは、艦自体とほど同様の全長 245.0メートル、全幅が 38.0メートルが確保されており、海上自衛隊で対潜哨戒戦闘や対水上戦闘を担う SH-60 系回転翼機のみならば、最大で14機を艦内の格納庫に収容することができるみたい。ただし実際の運用上において出雲型護衛艦は、この SH-60 系回転翼機を9機、輸送と救助救難用途を主軸とする MCH-101 回転翼機2機を標準では搭載する体制が敷かれており、格納庫は第1、第2及び整備用の3つが艦内に設置されているぜ。また出雲型護衛艦はその艦艇の大きさを活かし、陸上自衛隊や海上自衛隊が運用を行っている双発で大型の CH-47 チヌーク回転翼機の運用も当初より想定されており、この大型な機体ですら艦内の格納庫への収容が可能となっていたな。出雲型護衛艦が格納庫に収容可能な回転翼機は、SH-60 系が最大で全長 19.8 メートル、全幅 16.4 メートル、全高 4.0 メートル、重量船65トン、MCH-101 が全長 22.83 メートル、全幅 18.6 メートル、全高 6.66 メートルで重量が 15.6 トンだね。これらの回転翼機を艦内の格納庫から昇降させるエレベーターを出雲型護衛艦では2機を備えており、全部の1機は飛行甲板上のインボード方式で、後部の1機が艦橋後方の右舷にサイドデッキ方式で設置されているんだ。全部1機の飛行甲板上のインボード方式エレベータのサイズは、長さが 20.0 メートル、幅が 13.0 メートルあり、艦橋後方右舷のサイドデッキ方式数エレベータは差長さが 15.0 メートル、幅が 14.0 メートルで対した荷重量は30トンを超えるよ。現在出雲型護衛艦が施している航空母艦化改修によって、同艦は短距離離陸垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とすることが可能となるが、同機は長さが 15.61 メートル、幅が 11.37 メートル、重量が27トン強の規模を持つんだ。出雲型護衛艦のネームシップにして一番艦である出雲が寄港されたのは2012年1月。日本政府が F-35 ライトニング 2B 型を出雲型護衛艦を改修して艦載機とすることを公的に認めたのは2018年3月だけど、それを見越した設計がなされていたことが垣間見えるね。すでに日本の大手のマスメディア各社では、2013年の中盤以降には F-35 ライトニング 2B 型を取得し、出雲型護衛艦の艦載機となる可能性についての報道を行っていたが、当時の小野寺防衛大臣はあくまでこの見解を否定する姿勢を貫いていたわけだ。これは当時は政治的には日本の海上自衛隊がその装備として航空母艦を運用することに対して、専守防衛を掲げる同体の理念を逸脱するとの批判をマスディアから被ることを危惧していたゆえだと思われ、今からすれば覚醒の感が拭えないよな。しかし日本がこうした政治状況にあったこの時期にも、
中国海軍は国家として経済力を背景に軍の装備の近代化と増強を著しく進めており、こうした危機感が日本国内でも広まり、危機感が醸成されたことから、その航空母艦化は市民権を得たぜ。日本では2010年の後半に差し掛かると出雲型護衛艦に対する航空母艦化改修を公にし、2017年には同艦の建造を担当したジャパンマリンユナイテッド社が航空機の運用能力の向上を基とした研究を委託業務として受注、その着手が行われたよ。ここでは出雲型護衛艦に対して、無人航空機と合わせて F-35 ライトニング 2B 型の運用を基とする研修が行われ、これを受けて2018末に閣議決定を見た防衛計画の大綱や、その具体策を綴った中期防衛力整備計画では STOVL 機の運用について言及が行われたんだ。そこにおいては従来の日本政府の国会での答弁において自衛隊が保有を行わないと定義してきた装備3点、大陸間弾道弾や戦略爆撃機、そして航空母艦について変更はないとしつつも、出雲型護衛艦の改修は攻撃型の航空母艦には該当しないとの見解が示されたね。このあたりの航空母艦を攻撃型か否かと区別する定義が軍事的に意味をなすか否かは、実に日本的な政治上の言い回しと解釈に満ちたものだった感は拭えないが、いずれにせよこれで出雲型護衛艦の航空母艦化改修が本決まりとなったことは間違いないよな。それでも日本政府は仮に出雲型護衛艦の航空母艦化改修が完了を終えても、F-35 ライトニング 2B 型を常時艦載機とする運用は行わないと明言をしており、従来通りの回転翼機による対潜哨戒任務との併用を前提とすることを付け加えているぜ。出雲型護衛艦の航空母艦改修はまず2020年度防衛予算から改修費用を捻出して着手され、全通式の飛行甲板に対し F-35 ライトニング 2B 型が排出する高温の排気熱に対する耐熱加工が施されることが打ち出されたんだ。そして F-35 ライトニング 2B 型の前転工事の離着艦を支援するため、アメリカの強襲揚陸艦でも搭載されている誘導装置の設置や、飛行甲板の先端部分の拡幅工事の実施が打ち出され、現時点では出雲が2027年度中、加賀が翌年の完了を見込んでいるよ。並行して艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型は2023年時点で総数で42機の調達が計画されているが、中期先としては航空自衛隊の宮崎県のニュータバル基地が有力視されており、同基地において早ければ2024年度からの運用が示唆されているぜ。こうして太平洋戦争後に日本では初めてとなる、出雲型護衛艦の航空母艦に改修しての運用計画が進められているが、この出雲型護衛艦の先駆けとなったと目されているのが、日向型護衛艦の日向伊勢の2隻ってわけだ。日向型護衛艦は基準排水量が13,950トン、満載排水量が19,000トン、全長が 197.0メートル、全幅が 33.0メートル、深さが 22.0メートル、喫水が 7.0メートルの規模を持ち、排水量比では出雲型護衛艦の約 70% 強のサイズ感だな。この日向型護衛艦も出雲型護衛艦と同様に全通式の飛行甲板を備えた、形状から見れば航空母艦前とした外観を有しているんだけど、回転翼機の昇降用のエレベーター2機はいずれも飛行甲板上でのインボード式が採用されているよ。この日向型護衛艦のエレベーターは前方の1機が幅 10.0 メートル、後方の1機が同 13.0 メートルと小型なため、サイズ的も F-35 ライトニング 2B 型の昇降には厳しく、どちらも飛行甲板上にあるため、同機の離陸距離の確保も困難らしい。そのため日向型護衛艦は出雲型のように航空母艦化改修を施すことは物理的に制約から考えにくく、どちらかといえば1998年から収益を始めた大隅型輸送艦3隻の代替艦が、今後はその機能も盛り込む可能性が高いのではないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。